インサの天津ワゴンで運んでくる様子香港の、インサ香港の天津専門店天津とは、中華料理の軽食の総称である。なと、湯以外のものを指す。天津という名前は前後、空心に小食を点ずるから来たという説や、心に点をつけることから心に触れるものという説がある。明確な定義はないが、食事の間に少量の食物を食べることなので、菓子や感食。 軽食の類はすべて天津と呼ばれる。中国の朝食は天津で済まされることが多い。茶を飲みながら天津を食べることを因サという。また天津を専門に作る料理人は天津師と呼ばれる。中華天津は味によって天天心と寒天津の二つに分けることができる。下記の各天津は中国のどこにでも見られるものもあれば。 特定の地方にしか見られないもの、あるいは地方料理として提供されるものもある。口述の種類の項目において、地方性が見られるものについては、その記載をした。天天心とは、甘みのある天心を指す。皮で餡などを包むものから、プリンのようなものまでいろいろある。寒天心とは、塩味の天心のことであるが、甘くない天心であり必ずしも塩味に限らない。茹で、 虫、用といろいろな調理法がある。食べる、時間帯によってとなる。日本では天津を、天神と発音する場合もある。鎌倉時代から室町時代にかけて中国に留学した層によって、喫茶の風習と共に日本に伝えられた。博多上天寺の海祖聖一国師は、鎌倉中期に天津の基礎となる厚物。 ぬた、麺をもたらした人物として祀られている。室町時代の往来物、定金往来には、天津用として構想、菓子取り、洋館、イノシシこう、うどん、まんじゅう、そうめんなど多くの食品の名が挙げられているが、今日では実態が不明なものもある。室町末期には、天津のうちの甘味類は茶人によって、菓子として類別されるようになった。ありがとうございます。